5月4日は、グレゴリオ歴で年始から124日目にあたり、年末までは、あと241日ある。バラ戦争の転換点、テュークスベリーの戦い、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集書反観光。天安門広場から抗日5.4運動始まる、鉄の女、マーガレット・サッチャーが、イギリス首相に就任アール・ヌーボーのガラス工芸家、エミール・ガレ。 不思議の国のアリスのモデルとなった少女アディス・リデル。画像は、ルイス・キャロル撮影建築家、ブルーノ・タウト。画像は、ガラス・パビリオン政治運動家、笹川両一代64.65代日本国内閣、総理大臣、田中角栄、エジプト第四代大統領、ホスニーム・バーラク女優、オードリー・ヘプバーン。ローマの休日などで一世を風靡した、ジャズ・ベーシスト、 ロン・カーター第四代サマセット公エドムンドォ法ーーと、テュークスベリーの戦いで捕らえられ処刑される、リューゾージタカノ寺高キ沖田ワテの戦いで、多くの家臣と共に、廃死。マイソールのトラティープウスルタン、イギリス軍に攻め殺される、飛行家、竹石公派、着陸に失敗し、墜落死行動官を創始した柔道の父、カノージゴローボツ作曲家、バイオリニスト、ジョルジェーネスク、 フルートとピアノのためのカンタービレとプレストを聴く、ユーゴスラビアの政治家、ヨシップ・ブロズッチ統没緑の日、植物園の日。画像は、旧ガーデンの植物園、パームハウス協定の日。協定の創始者、笹川良一の誕生日。ありがとうございます。